東峰村から玉ねぎが届きました。およそ200キロあるそうです。福岡県太宰府市で開かれた贈呈式には、東峰村円プロジェクトの会の代表や筑紫地区で子ども食堂を運営する28の団体などが参加しました。今日は東峰村で採れた玉ねぎの方を、ぜひとも使ってもらいたいと思って持ってきました。ぜひ子どもたちへ、おいしい食事の方をお願いいたします。東峰村円プロジェクトの会は、5年前に起きた九州北部豪雨で被災した人と当時支援に当たった人との縁を継続させようと去年結成されました。今回は支援への恩返しとして村で栽培収穫した玉ねぎを寄贈しました。5年前にですね、大きな災害がございまして、支援物資をご提供させていただいたりであるとか、自分たちもとても支援を受けて、支えになったんだと、それをですね、こういう形でですね、何か別のところに、お返しできる、おつなぎできるということをですね、お言葉をいただきまして、仲介させていただいた私どももですね、非常に嬉しく思っております。農林水産省によると、玉ねぎは日本一の産地である北海道の天候不順や新型コロナの影響による中国からの輸入の大幅な減少で、平年のおよそ4倍に値上がりしています。一方、筑紫地区では71箇所ある子ども食堂を現在2000世帯が活用しています。新型コロナの感染対策で食堂を開けない施設もありますが、支援を途絶えさせないために、多くの子ども食堂が家庭への物資の供給を継続しています。一番嬉しいです。今高くなってますし、お料理には必ず使うものなので、その話を聞いたときにすごく胸が熱くなりました。東峰村っていうところがあって、こういう災害もあったよねって話をよくするので、そういったことも伝えながら、今回いただいたよって話を伝えていきたいなと思います。送られた玉ねぎは子ども食堂で使われるほか、一人親の家庭にも配られるということです。